大峠急道現在は、路肩崩落のため車両通行は困難急道路面は、未舗装。現在は、崩落土砂による路面埋没のため車両通行は不能大峠は、山形県と福島県とを結ぶ峠、標高1156メートル。福島県藍津地方と山形県追玉地方を直接結ぶ道路のうち、代表的なものであり、現在、大峠道路によって、 東京通行できる唯一の道路である。合図と追い玉を結ぶ道路は、他に山形県道、福島県道2号米沢藍縄市路線とひばる峠があり、飯出町白川から北方市山和に抜ける大規模林道がある。大峠道路は、大峠を通らず、大峠より、西寄りのいい森山に、やや近いところを、大峠トンネルでバイパスしている。 この大峠道路の開通によって、福島県北方市と山形県米沢市の間が、数年通行可能となった。工事開始から37年目の2010年9月11日に、最後まで残っていた北方市厚岡能町の約2.6キロの未開通区間が開通し全線開通となった。この道路は一般に、明治時代に三島道常によって開作された道路を指す。 大峠道路から福島県北方市内で分岐し、入りたずき、猫屋集落を経由し、県境の大峠付近を短いトンネルで貫通する。県境を過ぎると、山形県米沢市の大峠道路までカーブを繰り返しながら進む。途中、小猿倉沢橋付近には、大峠箱礼越、山形県知事、村山道雄垣と書かれた石碑が立っている。 新道である大峠道路の部分開通をもって、旧道は、未補装区間であった峠付近から、大猿倉沢付近まで通行止めになった。この区間は、落石や崩落が多かったことが原因すると思われる。その後、大峠道路の全線開通により、国道指定からも除外され現在に至る。通行止め区間は、福島県北方市名護屋付近から、山形県の大猿層。 沢橋付近までである。しかし実際にはかなり危険だが四輪車での走行も峠のトンネル付近までは可能である。福島県側の根小屋にも通行止めの標識がついたバリケードがあるが、こちらは半壊状態であるため侵入できる。地形図上の特徴として、福島県側はジグザグに登る線形に対して、山形県側はほぼ東高線に沿って登る線形である。 このため、山形県側の路肩の外側は断崖絶壁で過去に転落死亡事故も発生している。福島県側のいくつかの集落の住民、山形側の電力会社の点検以外に利用する人はいない。県境の峠部はほぼ廃道化している。2012年10月に国道標識が撤去され、旧道を峠区間は国道指定より外され、指導に降格した。 なおこの動きに前後して2011年1月28日付で山形県側は通行止めのまま廃道となっているが福島県側は同年3月に発生した東日本大震災の災害復旧工事を行っている。ありがとうございます。